の加工が不完全で、素計管内し腹空内に停留し、陰脳内に収まっていない状態のことを言う。停留清掃、影孔とも呼ばれる。潜在清掃では、清掃が高い温度条件下にあるため、正常な精子を生産することができず、清掃のアンドロゲン分泌機能も阻害される傾向にある。したがって、両側性の潜在清掃である場合は、 生殖能力がないのに対し、片側性の場合は、生殖能力は低下するものの、完全に失われるわけではない。新生児の4.1%から6.9%に発生し、特に低体重児では19.8%から22.5%と、高頻度に発生する。生後半数以上が、 自然効果するが、その時期はほとんど生後3ヶ月以内。生後6ヶ月までは自然効果を期待して経過観察とするが、将来の人用性を考慮し、1歳前後、遅くとも2歳までに清掃固定術を行う。腹部に停留している場合、90%は、思春期までに精細法が完全に消滅する。しかしながら陰の上部に止まれば20%程度の、 消滅にとどまり、低流部によって危険性は異なる。過水体生成ホルモンテッソン症例では、HCG、GNRH によるホルモン療法で清掃の加工が期待できる場合もある。また、多くの場合において、第二次成長は普通に発来するが、一部に遅延する症例も見られる。また、外科的な清掃固定手術のみではなく、HCG、HMG、 テストステロンなどによるホルモン療法が必要になることが多い。なお、低流清掃のものは、清掃固定手術の実施の有無に関わらず、清掃腫瘍を発症するリスクが一般男性と比べ3倍から14倍と高い。チワワの潜在清掃馬、豚、犬で多く見られ、羊、ヤギにも見られ、牛で少なく、猫ではまれ。 犬ではセルトリ細胞種の素因となることが知られているため、潜在清掃の早期の適質が推奨される。潜在清掃は遺伝的要因によることが示唆されているため、生殖能力を失っていなくても繁殖に強要するべきではない。ゾウやクジラでは清掃加工は起こらず、清掃は腹腔内に止まったままであるが、このことが生殖能力に障害をもたらすことはない。 ありがとうございます。